はい、というわけで今日はね、岡山市南区福富西2丁目にやってきました。で、県道212号線沿いになるんですけど、近くに丸中あったりする中でも、今日はこちら24時間営業の、馬肉専門店うまかつ岡山南店に来ました。馬刺しのお店です。ちょっと今日ね、こちらにお邪魔しようかなと思います。24時間営業で、今日は撮影日が、まだ9月の、終わり頃なんですけども、まだオープンしてないんですけど、今日特別にね撮影していこうかなと思います。10月の4日オープンです。というわけで早速お邪魔いたします。ショーケースの中に入ってまして、いろんな種類の馬の肉がきれいに陳列されてます。価格もね、ピンキリ500円からこういう1200円とか1600円あったり900円あったりとか、その中でこの横にもいろいろと陳列されてます。結構ね、見たことない商品あったり、馬の骨とか、これもおそらくワンちゃん用だと思うんですけど、いろんな商品が、陳列されています。私のタレタルメンがあります。で、ワンちゃん用の、ちょっとしたおやつも陳列されてます。馬肉ジャーキー、馬アキレスジャーキーあります。やっぱり日本芋だったりとかっていうところで、普段であれば牛すじ煮込みとかで、おますじというところで書いていただいて、まあ、筋トレとかダイエットとかいろいろ書いてますけど、美肌効果もあったりとか、まあ、血糖値の調節効果というのもありますので、まあ、高齢の方でも非常におすすめな食材になっていますので、普段使われている、まあ、牛だったり豚だったり鶏肉というところがメインで、お肉としては食事されると思うんですけれども、そこをちょっと馬に変えるというだけで、少しこう健康に気遣った食事ということが可能。加工食品がメインになるんですか、こちらは。そうですね、見分けたわけではないんですけれども、はい、加工食品のお調べの方にはあります。加工食品と、まあこちら黒い、ちょっと何ですか、お土産用のような感じ。贈答品ですね。贈答品用で、普段お世話になった方のプレゼントとして、ご購入いただいてお渡しいただければというふうに思っています。じゃあ本当、タレもあっても意識あって、あとなんですか、解凍して、まあ、包丁入れるだけで美味しくいただけるということですね。ちょっとなんか触ってみた方がいいですか、ね、お願いします。ちょっと分からない方がおられる方もいるので感じて、もう1回ぐらいしか触ってないで、はい、こちらの方に商品の裏面にバーコードがありますので、こちらを貼っていただくと、その方が計上されるような形になります。はい、で確定ということで、こちらでその時にクーポンがありましたら、まあ、クーポンはインスタグラムで配信をさせて、なるほど、その時に応じてやっぱりいろんな、はい、特典がある。そうですね、はい、全商品対象のクーポンを発行させていただくこともありますし、単品ごとのクーポンだったりということも考えています。あ、なるほど。もしクーポンがありましたら、クーポンを利用するという方法をしていただいて、QR の方にクーポンコードを打ち込んでいただくというような感じになります。じゃあ
うん、本当にあのこの横にあるインスタグラムフォローしてくださいっていうことですよね。はい、ぜひともあのインスタの方をフォローしていただいて、内容とクラブをゲットしていただければと思います。はい、ありがとうございます。他の情報も私ですね。あ、こちらです。こちらがもう一応一番人気。あ、はい、ありがとうございます。こちらを見て、こちら手紙、あ、こちらもあの2位の商品にはなります。音がね、音がね。これ、ここの最初に、あ、はい、これどういう、赤身の馬刺しのももと、こ、たてがみ巻くってことなさそうやね、まっちゃん、あんまないかい。で、これ流水で、はいはい、冷凍ですかね、はい、ちょっと沈め、はい、手紙って何なんですか。何なんだろうね。僕はもうそこまで考えてこないけど、ちょっとなんか油分的な感じはイメージあるけどね、なんかあの、まあ、ベタなお刺身で。で、これをこれってまだ切ってないんですかね。こう、とりあえずハサミでこれ書いて、まな板みたいになってますね、この入れ物の中身。ああ、確かにここで切ってもいいけど、実は切られてます。イメージはね、今さっきの写真がイメージでさ、こういう感じで、なんかね、彩りにね、なんかあの普段なら入れてもいいかもしれないですね、皆さん買って帰られたら。まあ飲食店さん、居酒屋さんなんかこう置いとられるとこあるんでしょうけど、うんうん、まあ基本的には自分の、まあこれ感想ですよ、うん、ではあの生肉は結構好きなんで。ああ、そうなんですか。はい、結構こんな感じで持って、そうですね、初めての馬刺しというか、もう王道なこちらね、もものような馬刺しは食べたことがありますけど、このたてがみというものは初めてです。で、このたてがみってどこなんですか。あの、ここの上の辺なんですかね。ああ、下にじゃあ、こちらにじゃあ見てください。そこはね、あんまだから今日、その今日、あ、まあ美味しいけど、なんかそこまで馬刺しに対しての理解がないなっていうのは僕の中で自分自身がある。そのどこの部位とか、うん、まあ大体見た目で、あの、あ、白いやつとか、まあ赤身とかあるけど、なんか今日行ったお店はなんかいろんなものがあって、あ、種類が多かったんですね。そう、あの馬のそういう筋肉みたいな、あのみたいな、こういう感じとか食べたことがあるんですけど他のものは食べたことないで、もう未知の味じゃ、ちょっと、はい、いただきましょうか。せっかくこう、なんか白くてブルッとしてるよね。コラーゲンがありそうな感じですね。で、これタレで食べると、いただきます。うん、こちらもなんか初めて食べたんですけど、癖はなんかあるんかなと思ってあんまりない感じですけど、普通の馬刺しと比べて脂身が少しあるのかな、甘い感じが、脂が溶けていく感じですね。美味しいですか。はい、美味しいです。お酒ともご飯とも合うような感じで、どっちかというとこの脂がなんか俺ご飯と食べるのがいいかもしれないです。なんか醤油ね、馬刺しのタレをつけてご飯を巻いて食べるみたいなのもあるかもしれないような。なんかブリのブリ丼みたいな、ブリのなんか、うん、あるじゃん。あれ近いよ。あれ近い。ブリの、ま、なんかあるじゃん。なんか、はい、ブリの漬けま、そう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 。あれの、まあ正直脂身がちょっとこっちの方が強い感じですね。うん、そうそう、プルプル感がやっぱそのプルプル感っていうかなんかねなんかありますよ ね, ねえ、なんかでもびっくりしました、今回この馬刺しの初めてですもん、こういうのね。うん、なかなか、はい、やっぱりあれですよね、この見た感じ、見た目でなんか僕鶏の肉なんかなって最初に見えました、ぶっちゃけた。なんかでも食べてみると全然そういう感じはなく、王道な馬刺しですよね、ももっていうと。もうあのいろんなところである、なんかみんなが知っとる馬刺しじゃないですか、この赤い、はい、これ美味しいんじゃないかなと思います、はい、匂いは無臭、あんまりしないですね、なんかあの癖ってあるんかなと思ったんですけど、確かに。で、あのしかもこれ、ね、無人で販売されとるところって言ったんですけど、そうそう、結構新鮮なのかもしれないですね、うん、なんか他のところがプンとくる感じもあるんで、うん、新鮮なお肉でちょっといただきます。うん、もうこちらもご飯とあの下げとどちらとも合う感じで、でもなんかもうちょっと硬いんかと思ったら、思ったより柔らかい食感で、スッとなんか飲み込みやすい馬刺しでした。で、こちらはあの、まあ、2種類どちらともなんかすごいと、まあ
普通のオーソドックスな馬刺しとすごくなんか初めてで新鮮な馬刺しでしたね。でこの馬刺しが縦紙違った縦紙かななんかそうですよねっていうところと普通のももいただいたんですけど、どちらもめちゃくちゃ美味しいです。でそこがもう無人で販売をされとるお店で、そうでそのお店の中に入ったらなんかあれですか、なんか計算機があれなんですかね。いやもうセルフレジみたいなのがあって、セルフレジがあって、で入ってずっと突き当たりにそのセルフレジがあって、自分でバーコード読み込んで、お支払い、もう大体カード決済ペイペイとかイコカとかもう何でもほとんどいけるっていう、結構いいですね。でも最近はね電子マネーとかも使う方がかなり多いんで、そういいですね、いいですか、ぜひ興味あったら、はい、ぜひ皆さんも行ってみてください。また、まあ、今日僕が食べさせてもらったのはこの2種類なんですけど、今さっきゲイルさんから聞かせて、僕はちょっと店舗の方には行けれなかったんですけど、ゲイルさんが買ってきていただいて食べさせてもらって、ゲイルさんからお聞きした中ではかなりその馬刺しの種類も多いということなので、他の、まあ、部位も、まあ、見てみて、自分が食べてない部位に挑戦してみるのもありかもしれませんね。